手段だ。目的。お前の攻撃は想定の通り。了解。どうすれば影響を隠せない。この程度か。指示を待つ。イエスサー、犯人。お前の父が込めた怒りの炎を今こそ震え。準備完了。どうか怪人は生命のことに心配のことで汚れを引き止めない。この程度か。指示を待つ。法典は法典にない罪、法典にないやり方で処罰しても良いのか。足元を見てください。戦闘中、お前たちの命に火種をまく。この程度か。ようやく私の出番。法典の曖昧な部分を実戦で明らかにします。一方的な判決では実質的な変化は何ももたらせません。重要なのは判決を下した後にどう執行するかです。ドクター、あなたの素晴らしい行いはしかと見届けましたよ。